はい、皆さんどうも、橋本であります。前回続きまして、ボロリオペラ、イーゴリッコ重力の解説を始めていきたいと思います。5回目の今日は332小節目から441小節目までを解説していきます。332小節目からのボーイングですが、最初ダウンで入った後、335小節目まで指順で弾き、336小節目を再びダウンから弾いて弾き直しを行って、そこから指順で弾いていただきたいと思います。ここまで通しますと、ここまでこのようなボーイングとなります。で、336小節目のポジションは今 D 線を使ったんですけれども、弦を開放で取って、アスだけ押さえて弦線を使っていただいても構いません。339小節目でダウンで弾きましたが、次もダウンで弾き直しを行って、2拍目の8分音符の D もダウンで弾き直しを行います。で、ここは68小節目のボーイングの再現となります。最初から弾きますと、次も同じですね。347小節目もダウンダウン、ダウンアップダウンというボーイングで弾いていただきたいと思います。その後351小節目からは、最初3小節間も全て頭打ちになっていますので、ゲーまで全てダウンで弾いた後、アーフタクトのゲスのみアップで入って、その次の小節をダウン、このように弾いていただきたいと思います。で、1カードになります358小節目はポジションを説明していきます。最初はデスになりますので、第2第3の中間ポジションで、デスはゲー線で4で取ります。で、次はゲーになりますので、ポジションを変えずに D 線に移って2で取っていただいても構いませんし、あるいは開放を使っていただいても構いません。で、次の小節は F のオクターブになりますので、ここはハーフポジションでオクターブをまとめて取るようにしてください。362小節目から2小節間のポジションは、最初は S と R になりますので、第3第4の中間ポジションを使って S は G 線で4で、 R は D 線に移って2でまとめて取っていただきたい。で、次の小節は GF になりますので、 G は開放でも構いませんし、 D 線で押さえて第2ポジションで4で取っていただいても構いません。で、最後は F になりますので、ハーフポジションで1で取る形となります。最初から弾きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。で、366小節目から2小節間ですが、最初は F と H になりますので、第5ポジションを使って F をゲー線で4で、次の H はポジションを変えずに2で取っていただいても構いませんし、次の小節は R になりますので、それとまとめて取りたいのであれば、第4ポジションを使って取っていただいても構いません。その場合、同じくデー線のを使うんですけれども、 R とまとめて4、1と取っていただいても構いません。最後は F になりますので、ハーフポジションまで跳躍して1で取る形となります。最初からいきますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。371小節目から388小節目までは F と B しか登場しませんので、全てハーフポジションでまとめて取ることができます。371小節目、379小節目、そして387小節目の F のオクターブもハーフポジションでまとめて取るようにしてください。392小節目から6小節間のポジションは複数のパターンを説明します。まず最初の D は第3ポジションで、ゲー線で4で取ります。で、次はアスになりますので、ポジションを変えずに D 線で2で取るという方法もありますし、あるいは395小節目でデスが出てきますので、それとまとめて取りたいのであれば、第2第3の中間ポジションで4で取って、ゲーを2で、デスを1と、この3小節間をまとめて取るという方法もあります。さらに394小節目のゲーを開放を使いたいとなれば、で、アスを第3ポジションで4、2と取った後、ゲーを開放で取っている間に第1ポジションに移って、デスを4、正を2、米を1と取っていただいても構いませんし、あるいはハーフポジションで正と米を4、1とまとめて取るという方法もあります。このように393小節目のアス、394小節目のゲーをどの指で取るかでポジションが大きく変わってきますので、最終的には皆様のやりやすいポジションを選択していただけたらと思います。398小節目から調整が戻りまして、40小節目からの再現になります。で、最初と異なるのは、冒頭はソーズさんとビリミエンドピアノとなっていますので、最初はダウンで入っていただきたいと思います。で、ここ
から、途中で改良をするんですけれども、最初3小節間をダウン1音で弾いた後、次の3小節間をアップ1音で。クレッシェンドがさらにかかっていきますので、404小節目から2小節間、406小節目から2小節間をそれぞれダウンアップと1回分回路して弾いていただきたいと思います。408小節目以降は2小節ずつダウンダウンアップの繰り返して弾いていただきたいと思います。ここまでこのようなボイング。418小節目からは60小節目からの再現になります。ポジションをポイントに絞っておさらいしておきますと、最初の R はゲーセンで3で、 A はデーセンに移って2でまとめて取ります。で次はゲーでになりますので、いつでも親指を使って取ります。これは両方とも軽く触れて弾くだけで構いません。で419小節目は第4ポジションで A と歯を44で、 D と R を11とまとめて取ります。この2小節間をおさらいしておきますと、このように弾いていただきたいと思います。で422小節目はチェロはオクターブ下がっていますので、ご弦の方はそれに合わせて D をオクターブ下げて弾いていただいても構いません。改めて418小節目から通していきますと、426小節目から4小節間のボーイングも339小節目と同様にダウンダウンダウンアップの繰り返しで弾いていただきたいと思います。ここから指順で弾いて、次をアップアップ、あとは指順ですね、最後もダウンで終わるようにしてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。調整が戻ります。398小節目以降は重複する部分が多いので、ポイントに絞って解説をさせていただきました。355小節目以降のピッチカートのフレーズは音の進行がややこしい部分が多いので、363小節目2拍目の F をオクターブフレーズと見誤ってゲーで弾いてしまうなど、思い込みのまま間違って弾いてしまうことがないように注意しながら練習していただきたいと思います。5回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。